更年期の終わり、アーサー・シー・クラーク。プロローグ1。その昔、タラチュア島を太平洋の深淵から隆起させた火山は、すでに50万年の長きにわたって眠り続けていた。しかし、それもやがて、とラインホールドは思った。あと幾幕もなく、誕生の時に敬さる激しい火炎に身をさらすことになるのだ。彼は発射台の方を眺め合った。続いてその視線は、まだコロンブス号の船体を囲う戦闘場の足場に沿って上へ上がった。地上600メートルの高みに、入り日の残照を受けた船首がキラキラと輝いていた。今夜はこの宇宙船の知る最後の幾夜かの一夜となる。コロンブス号が宇宙の永遠の陽光の中に浮かぶのも、もう間もないのだ。この島の背骨にあたる岩山の上で、生い茂るヤシの葉陰に佇んでいると、限りなく静かだった。発射場の方から、時折コンプレッサーの甲高い音か、あるいは、行員のかすかな叫び声がするだけだ。ラインホールドにとって、このヤシの木立はいつか、お気に入りの場所となっていた。ほとんど毎晩のようにここへやってきたは、自分の小さな帝国を見下ろすのである。この木立が、やがてコロンブス号が火と燃えて、星空へ飛び立っていくとき、跡形もなく吹き飛ばされてしまうのだと思うと、彼は、そこはかとない悲哀を感じた。2キロばかり先の、珊瑚礁の彼方で、ジェームス・フォレスタル号が、単焦灯で、暗い海面を撫で回しているのが見えた。日は完全に落ち、暮れるに早い熱帯の空には、早東から宵闇が忍び寄ってきていた。空母の連中は、本当に、ソ連の潜水艇が、こんな海岸近くまでやってくると思っているのだろうか、と、ラインホールドは、幾分皮肉っぽく考えた。ソ連という言葉から、彼はいつものように、コンラッドのこと、激動の1945年春のあの朝のことを思い出した。あれからもう30年以上経った。だが、第三帝国が東西からの猛攻の前に崩れ去ったあの最後の日々の思い出は、決して消えはしなかった。避難民の列が絶え間なく続いていた廃墟と化したプロシアの村で、手を握り合って別れた時のコンラッドの疲れた青い目を、そしてその顎にまばらに生えた金色の武将髭を、彼は今でもまざまざと覚えていた。あれはその後の世界に起こった全ての出来事、東西への分裂を象徴する別離だった。なぜならコンラッドはモスクワへの道を選んだからだ。あの時ラインホールドはバカな奴だと思ったのだが、今ではそれほどの確信はなかった。30年の間、彼はコンラッドが死んだものと思い込んでいた。技術情報部のサンドマイヤー大佐が彼にあるニュースをもたらしたのは、わずか1週間前のことだった。彼はこのサンドマイヤーという男を好かなかったし、相手も同じ気持ちだろうと思っていた。だがどちらもそうした感情を仕事の面にまで立ち入らせることはしなかった。ミスター・ホフマンと大佐は彼一流の官僚風な言い回しで言ったものだ。たった今私はワシントンからある驚くべき情報を受け取ったところだ。無論これは極秘事項に属するものだが、我々はこれを技術人にも公表し、仕事をスピードアップする必要を認識してもらいたいと判断したわけだ。彼はそこでちょっと言葉を切ってもったいをつけた。だがこのジェスチャーはラインホールドに対しては空振りに終わった。どういうわけか彼はすでに来るべきものを悟っていたのである。この情報によると、ロシア人は我々とほぼ肩を並べるところまで来ているようだ。彼らはすでにある種の原子力推進装置を所有している。我々のものより優秀でさえあるかもしれないやつだ。しかも彼らがバイカル湖畔で宇宙船を建造中だという噂もある。それがどの程度進んでいるかは分からないが、情報部では今年中には発射が行われるものと見ている。これが何を意味するか分かるかね。ああ、分かっているとも、とラインホールドは思った。競争は始まった。そしてこっちが勝てないということだってあり得るということなのだ。向こうのチームを指導している人物はご存知ですか？特に答えを期待していたわけではない。ただ尋ねてみただけだった。ところが驚いたことに、サンドマイヤー大佐は一枚のタイプ原稿を押して起こした。そしてそのトップにコンラッド・シュナイダーの名前があったのだ。あんたはこの連中の多くをペーネミンデで知っていたんじゃないかね。あるいはそれが多少とも彼らの方式を知る手がかりになるかもしれん。そこでこの男たちの特徴を思い出して、可及的速やかに教えてほしいのだ。彼らの専門、彼らが温めていたアイデア、何でもいいから、そうしたこと全部だ。これだけ年月が経っているので思い出すのも楽ではなかろうが、一つやってみてくれんかね。このうちで問題なのはまずコンラッド・シュナイダー一人でしょうな、とラインホールドは答えた。彼は天才的な頭脳を持っていた。彼に比べれば他の連中はただの有能な技術者というに過ぎない。
彼がこの30年間に何を考え、何をしたか。それはまさに神のみぞ知るですよ。いいですか、彼はおそらく我々の研究成果をみんな知っているに違いないんだ。それに引き換え、こっちには彼のことは何一つ分かっていない。こいつは彼にとって決定的な強みですよ。何も情報部を当てこするつもりで言ったのではなかった。だがサンドマイヤーは一瞬世にも不満げな顔をした。それからひょいと肩を揺すってみせた。それには二つの面があるんじゃないかね。あんた自身、いつか私にそういったことがある。我々の自由な情報交換はより迅速な進歩をもたらすのだ。たとえそのために多少の秘密が漏れるようなことがあっても仕方がない。ロシアの研究チームの連中は自分のところの人間が暇な時に何をしているかもおそらく分かっちゃいまい。とにかく月に到達するのは民主主義の方が先だってことを思い知らせてやるんだ。民主主義が何だ、ラインホールドは思った。だがそれを口に出すほどバカではなかった。一人のコンラッド・シュナイダーは選挙人名簿の100万もの名前に匹敵するのだ。そしてそのコンラッドはソ連邦の全資金力をバックにこれまでに何を成し遂げただろうか。もしかすると今この瞬間にも彼の宇宙船はすでに地球を後に宇宙へ向かっているかもしれなかった。タラチュアではすでに沈んでしまった太陽だが、ここバイカル湖畔ではまだ頭上に高かった。その下をコンラッド・シュナイダーと原子力科学省の副人民委員とは今ゆっくりとエンジン実験室から戻ってくるところだった。最後の轟音が湖面の彼方に消えていってからもう10分にもなろうというのに、彼らの耳はまだガンガン鳴っていた。その浮かない顔はなぜかね、グリゴリエビッチが不意に問いかけた。今は笑顔でなくちゃならんはずだよ。あと1ヶ月もすれば我々はあれを打ち上げることができる。ヤンキーのやつきっとはがみして口をしがることだろう。あなたは相変わらず楽天家だ。あのエンジンがうまく働いたからって安心するのは早すぎます。それは確かに今のところ重大な障害といったものはありません。しかし私はタラチュアからの報告を心配しているんです。ラインホールド・ホフマンという男がどれほど優秀なやつかは前にもお話しした通りですし、彼の背後には何十億ものドルがついているんですからな。例の彼の宇宙船の写真はあまり鮮明ではなかったが、しかし完成が間近いことはよくわかった。それに彼が5週間前にエンジンテストをしたことは我々も知っている通りです。心配することはないさ、グリゴリエビッチが笑った。驚くのは奴らの方だ。いいかね、奴らにはこっちの手の内は何一つわかってないんだよ。果たしてそうだろうかとシュナイダーは思った。だがそんな疑問は胸の内にしまっておく方が安全だと判断した。うっかりそんなことを言ってグリゴリエビッチにあらぬ疑いを抱かせてもつまらないし、万が一実際に機密漏洩があった場合、身の証を立てるのにえらい苦労をすることになる。彼が本部の建物に入っていくと衛兵が敬礼した。今更ながら苦々しかった。ここには技術者とほぼ同数の兵隊がうようよいるのだ。だがこれがロシア人のやり方なんだし、邪魔さえしないでいてくれれば別に文句を言うこともない。大体において腹立たしい例外もあるにはあったが、物事は彼の望んだ方向に動いている。彼とラインホールドのどちらがより良い選択をしたかはただ未来だけが知っているのだ。彼がもう最後の報告書の作成に取り掛かっていた時だ。不意に声高に叫び交わす声に彼は我に返った。ちょっとの間彼はデスクの前に座ったまま、このキャンプの厳格な規律を一体何が破らせたのだろうと考えてみた。それから彼は窓辺に歩み寄った。そして生まれて初めて絶望の苦さを知ったのである。ラインホールドがその小高い岩山を降り始めた時、すでに満天には無数の星がきらめいていた。彼方の海上ではフォレスタル号が未だにその光の指で水面を撫で回し、浜辺に組み立てられたコロンブス号の周囲の足場は電飾を施したクリスマスツリーに変貌していた。突き出た船首だけが星空を背景に黒々と浮き上がっていた。宿舎の方からラジオがダンス音楽をがなり立てているのが聞こえてきた。無意識のうちにラインホールドはそのリズムに合わせて足を速めていた。砂浜に沿った狭い道路に達しかけた時だった。ある種の予感、不思議な胸騒ぎのようなものが彼の足を止めさせた。首をひねりながら彼は陸から海へ、海から陸へと視線を走らせた。彼が空を見上げることに思い至ったのはしばらく後のことだった。そして
ラインホールド・ホフマンは知ったのだ。ちょうどこの瞬間にコンラッド・シュナイダーが知ったと同じように、自分がこの競争に遅れを取ったこと、しかもその遅れが今まで密かに恐れていたような数週間か数ヶ月の遅れではなく、幾千年もの遅れであったこと、その無数の沈黙の影、ラインホールドが想像したよりもさらに何キロも高い星空を飛んでいく、その無数の巨大な飛行物体は、彼の小さなコロンブス号と旧石器時代人のマルキブネとの差以上に遥かに進んだものだった。その一瞬、永遠とも思える一瞬の後、ラインホールドが見守り、そして全世界が見守るうちに、その巨大な宇宙船の群れは圧倒的な威厳を持って降下してきた。そしてついに彼の耳にも、それらが成層圏の希薄な大気の中を通過するかすかな悲鳴のような音が聞こえてきた。生涯をかけた仕事が一瞬のうちについえ去っていくのを見ながらも、彼は悲しみは感じなかった。彼は人類を星々へ到達させるために汗を流した。そしてまさにその成功の間際に、星が、冷ややかな超然とした星が逆に彼の方へ降りてきたのだ。これこそ歴史が息を潜める一瞬であり、現在が過去から断ち切られる瞬間なのだった。あたかも氷山がその凍りついた母なる大絶壁を離れて、一人ここを誇りつつ大海へ乗り出していくように。過去の世代が達成したことは今やすべて無に等しい。ラインホールドの頭の中にはただ一つの思いだけが繰り返し繰り返しこだましていた。人類はもはや孤独ではないのだ。